のポートレート、普段あの撮られる側をいつもやってて、結構撮られるの好きですね。ちょっと今日は友達からカメラ借りてきたんで、このカメラでいっぱい撮りたいと思います。作ってありますね、これかわいい。お子ちゃんが作ったんですかね、これ、かわいい。お母さんと一緒にこれ作ったんですかね。葉っぱ乗せるってこれ斬新でかわいいですね。葉っぱの色とかも秋っぽくて黄色くなってきて、なんか秋らしくなってきていいなと思って一緒に撮っちゃいました。なんかこれ面白いですね。昔これのケンケンパとかしてよく遊んだりとかしましたね。なんだろうこれ、何に使うんですかねこれ。なんかよく小さい頃とか友達とこう一緒にこう来てじゃんけんとかして、なんかよく遊んでたりしたなってよくなんか思い出しましたね。最初はグーじゃんけんぽい、勝ったっすみたいな。これなんか注意書き書いてる。3歳から6歳の幼児には大人が必ず付き添ってください。なんか絵とかも可愛くて分かりやすくてすごい親切ですね。ちょっと乗ってみるんで、これで撮ってもらっていいですか。いや、もう10年以上乗ってないかもしれないですね。もう子供心が蘇ります。あ、すごい、これ初めて見た。これあ、すごい。どうやって遊ぶんですかねこれ。すごい高い場所だから、ここから撮っちゃおうかな。スーパーヌーラにもあって、住宅地ってとこもあって、すごい立ち寄りやすくていい場所だなって思ったし、遊具とかも斬新でなんかすごい楽しい場所だなって思いました。